久しぶり、たこ焼き。ああ、いるね。久々にゴンチに焼いてもらおうかな。今やろうと思ったんだけど、ちょっと握手です。さあ、久しぶりのたこ焼きだ。たこぱたこぱ。うん、そうだね、そこ閉めてた方がいいね。あ、お姉ちゃん、ついに私のそのさ、パジャマとかジャージもそっちに投げといて、あとマフラーと。いやー、そんな投げ方。そうなんで、もうちょっとか。あ、鼻水だ。じゃあ9位入賞おめでとうございます。 ありがとうございます。めっちゃうるさかったよ、うち。泣いた。お母さん、めっちゃお母さん泣いてた。俺も長かったって言ったら、もう詰まった時点でもう全員優勝してみろー家でよ。めっちゃうるさかったよ。これ1回目は全部タコで行くか。飛行機が出発するぐらいうるさかった。ウインナー入れないと。そうよ、ウインナー入れないと怒られて。全部入れていいよ、ゴジラ。とりあえずそっち2段ウインナーにするか。ウインナーの方にお餅入れればいいじゃん。あ、そう、お餅が。タコはさ、タコはタコだけで楽しみたいというか。お餅ってどれなの？お餅ってどれなの？あの、なんかね、タコ焼きに入れてもいいっていう。これがフォン？違う。これ何なの？それはね、イカ明太。おつまみ。うまそう。これこれ、小粒餅。お、これいいね、小粒餅。へぇ、そんなんだ。へえ、面白い。あ、くっついてる。そういうこと。全部入れたら叱られる。それ何？え、待って、やだ。え、全部入れない、全部入れない。入ってないやつさ、4つしかない。いや、大丈夫、ここ。まだもう一段あるから。ネギは入れましょうよ。ネギ入れたくないの？ネギはみんな入れるよね。ネギだよ。あとあれだ、ネギだよ。どうやろう。あんねえ、まああ、ほんと、うん、あれ、まあ、うん、足して、助手足して、うん、助手ちゃんとね、下から回しないとあれよ。おらよ助手下から回しないとって、その上積みだけ。おらよって言うなって生地を足してやったんだから、お前らありがとうと言え。ありがとうたこ焼きの声。そうだよ、たこ焼きの声。お前らってたこ焼きのことだよ。あ、そうなんだ。返事しちゃった。お前ら記事を出してやったんだから、ありがとうと言え。ありがとう。ねえ、父さん、これひっくり返してないやつある？うん、次ゴンチ先生。これ。ゴンチ先生。失礼だわ。半分までやっといて。分かってるよ。声がでかい。終わってるよ。すごい、なんかこうゆとり世代だね、この服。でしょ。ゆとり世代。今はもうゆとり世代の人たち20代後半でしょ。そうだね。30か。もう30いってる。ゆとりやん。かもしれない。今は最初悟り世代でしょ。違ったっけ。悟り世代っつうの、その次ゆとりの次。え、なんか聞いたことあるんだよ、なんか20代全体じゃない。前半。うるさい。20代前半。じゃない？
どういう意味なん？調べるか。調べるんかい。知らない人たち。ぶりっこしてるよね、やっぱりキモいな。Z 世代。キモいな。これ、何でしたっけ？キモい。いいんじゃない？焼けた感あるよ。焼けた？うん。デジタルネイティブである人生は人類初の世代だった。我々みたいにそのポケベルだのガラケーだのっていう。ポケベルがまだなくて。あ、だだだだ。上手だね。かわいい。たこ焼きが育った。なんか割れてるね。わーいわーい。焼けたよ、綺麗に。わーいわーいわーい。目をくるないってやつよ。なんかいろいろ呼び方の種類があるな。騙すみたいな。私たちは昔ベビーブーム、おい、そういうことじゃない。段階の世代ジュニアこっちか。段階の世代がまだベビーブーム。こっちだ。こっちだ。戦争が終わる。ここで、あ、日本で言うと、可愛い。なんかあれ早口みたいになってるから。はい、ワン、ツー、スリー、ユー、ユー、ワン、ツー、スリー、ユー、ユー。もうだって今日車でだって揉めて揉めてしても飲み物飲み物。いやこっちゴンチ、あの、ウィン、ウィン、こっちゴンチ、こっちゴンチ、こっち2列、ウィンナー、はい、こっちゴンチ、ほら、ほら、私と同じ顔する、どうしてそれ言うだ、あ別にいいじゃん、あ、だから白かったんじゃん、ジュン、そうだ、じゃあ皆さん、見たゲームで一緒に考えそうだ、そうだ、そうだ、優勝何回目？3回目。祝御嶽海3回目の優勝おめでとうタコパー。関係ない入ってない入ってないじゃん。いいの？あ、はい。お茶お茶お茶。御嶽海優勝おめでとう。バイバイ。そういうのも良くない？あ、これ3つそうだよね。タコだけだよね。ここに4つ。大丈夫よ。うわ、このたこ焼き本当のガチのやつやな。そうでもないけどかけてる。うわあ、行くね。かつお節は？そんなに行くんだ。あ、かつお節。は？かつお節は青のりの後。かけ方しようね。あ、置いとくね。何？かけ方しようね。文句あります？本じゃないこれ私。上手。模範。いや、これが模範だろ。タワーだ、タワー。プルプルプル。プル。手のプル。やめろやめろやめろ。これ私、物取り向いてないわ、うん、手震えてる、あ、すごい震えてる、大丈夫かしら、わ、すごい綺麗だね、あ、ダメ、熱い、うん、熱いよね、絶対熱いよね、一旦保留、うん、いくらなんでも、あ、やだーキモじゃ、女子出してこないで、いきます、うん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 、美味しい、うわ、あ、美味しい、美味しい、うま、あ、うん、今日お店にゴンチファンって人が来て、うん、ゴンチファンの人が意外と多いんだよ、おじさんおばさん、おじさんおじさん笑ってましたです、おじさんしょうがない、何歳ぐらい、40代50代40代前半後半後半かなんでそんなゴンチファンの人意外と多い、これ、ここウィンだよ、ここは5時ここ的場工事って言ったよ的場工事って言ったよね、的場工事ここウィンだよ、的場工事なんか、なんで月からしてる5時って呼んだよね、ゴンチでもなく、ゴジラではなく、もう5時になっちゃった顔ぼれはしてるよ、いや、してないしない、顔ぼれじゃないか、うん、今、あ、顔ぼれしちゃったなんだそれ、うまっ、今日お姉ちゃんめっちゃだるいから気をつけて、ごめん、いつもに増してだるいよ結局ゴミほどだるいよ
ダルガラミ。そう。あ、やばいよもう。ダルダルヌヌ。いやそんなダルガラミしてない。ああ。なんかこれでもビャーって出ちゃうね。うん、いいいい、でも好き好き。まあ、たこ焼きってこういう感じだよね。どうしたの好き好きって聞くの。好き好き。あ、なこれ何ウインナー。うん。マトバコウジ。うん、マトバコウジ。マトバコウジか。それ。マトバコウジってさ、一緒なんだけど、なんか。あんまり青森のストックってしないと思うんだけど。ここにいるよって。ま、恋人です。おおおお。炭水化物登場。意外なところから。それね、美味しいんだよ、店内でゴミのパンがね。どうした急にパンが出たさ。あ、若い人ね。そう。実は。飲めそうなのにね、うんと。こんなこと言っちゃうんだけど。ちょっと苦しんでる人。暑いの？やだ。ずっと無言で苦しんでる人いるけど。これもうちょっと冗談よ。もうあんまないんだけど。こんだけ。なんすぐ、あの、小ずんでっちゃうから。泣いてんの。餅が熱かった。泣いた箱に思い出した。泣いた箱に。あや、こっちおいで。はい、こっちおいで。ほら、ほら、こっち。あ、行きま行きま行きま行きティッシュ一枚。こっちおいで。あー、もう英語の成績は大丈夫。文系しかマジでできない。理数系終わってる。英語は完璧では。 See you。 あお、椅子なんか動いたりする。私じゃないと。私だね。私だよ。恥ずかしいって。そういう時キシキシキシ。気まずいやん、私がしたら。マジでキシキシだわ。いや、それはキシキシ。まだキシキシって。いろいろあって、いろいろあったね。こっちのセリフ。そうそう、セリフとちょっと意味が違うね。キシキシ。こっちの話だろ。いや、マジキシキシ。でも別に間違ってないじゃん。間違ってないけど、使う場所ちょっと違くない。こっちのセリフ。あ、こっちのうまいだよ。いやいや、チーズがうまいって。そっち。別にあんたうまいことしてないやん。してるやん、納豆みたいなことしてるやん。いや、そんなん誰でもできるやん。できてないやん。あ、ちょっとできてる。デュー。デューだよね。デューができてる。デューできてる。デューって何のことなの。え、フォンデュー、チーズフォンデュー。だよね。通じた。やばい。あやったー。女子出してくんな。ごめんね。女子出ちゃった。キモいって。熱っ。見て。見て。おビール。うん。気持ち悪い。え、キモいよ。それは。いやー、大変やん。気持ち悪い。キモ。お姉ちゃんと同等にキモい。やめてよ、一緒にしないで。うん。そうそうそう。にゃんこ。あ、そう、ミックスナッツ。え、アーモンドだったら食べる。アーモンドちょうだい。私クリーム大好きやん。ここーって入れちゃうんだよ。マジで。クリーム大好きやん。クリーム大好きや。どんな理由で。美味しくないから。単純に美味しいじゃん。美味しいじゃんね。あ、もうちょっとマカロニは好き。そこに焼いたウインナーもちょっと食べればいいじゃん。そんなに乗せたばっか。絶対美味しいよ。うわ、最高じゃん。これ何、全部タコ。あ、ハイカツ量ダメんだ、こっちの。こっちもいいな、こっちタコ。ここの焼きとたこ焼きってどっちが先にできたの。おー、コナミです。そうなの。なんでいけんの。まあでもお好み焼きを丸めたのはたこ焼きか。え、なんか、うわ、違うよね。そういうエビデンスあるんですか。シャワーで見てる。でも猫科だからいいんじゃない。言うの、猫科だから。お母さんトラ年だもんね。うん、ガオって言って。ガオにゃーけど何言って。何年だっけ。鳥。鳥か。うん、もうか、私の周りネズミしかないからさ。君は牛。もうって言って。もうキャー歩くね、こいつ。でも私鳥ならこうやん。鳥っぽい、鳥っぽい。マジか、牛かわいそうすぎる。どうしたの。私、うさぎ泣かない。うさぎって泣く。ピョン。それは飛び方。